身長美容石川科学生整形が専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけど、ズバリなんですけど、成長ホルモンっていつまでやるのというところで、治療期間とか、治療終了時期ですね、そういったところをどういうふうに考えていくのか説明していきたいと思います。これは年齢によってかなり違うので、いくつかちょっとパターンを、想定しながら説明していきたいと思います。一つまずベースでいることとしては、成長ホルモン治療だけ基本的には最低1年間やる。これがまず第一原則になってきます。なのでまず1年間やりましょうねってことですね。よく推奨というので、私2年間治療してくださいなんていうお話をしています。というのも、2年ぐらいってかなり治療の結果がしっかりと出てきます。当院で言っても6センチ以上の改善とかそういったの出てますので、やっぱりね、2年ぐらいやるとかなり差が出るなと。そうですね、165になる人も171とか2とかになるわけですから、だいぶ違うねってことで、2年ぐらいしっかり治療やっていただくと、平均的に見てもかなりいい数字っていう表現だと思います。で、ただし少なくとも1年ぐらいやりましょうねってことで、まずこれがまず大原則の考え方になります。なので例えば、10歳とか5歳とか11歳とかそういった方に関しては、基本的にまず1年間、できれば2年ぐらい、3年以上やっても構わないよとか、そのような説明になってくると思います。それに対してなんだけど、今度悩ましいのが、いわゆる例えば骨年齢が進んでしまってて、いわゆる2年以上できないようなパターンね、そういった時にどうするかっていうところになります。で、ここに関してはまず原則的にはまずできれば最低1年間やりたいとかですね。ただ男の場合では骨年齢がもう15歳、とか超えていると、1年できるかできないかっていうところになってくるので、そういったパターンになってくると、3ヶ月おきに毎回判定していくとか、そういったこともあります。で、例えば早熟の子なんかでかなり厳しい例ですね、もう年間成長率も1センチとか切ってる場合に関して言うと、3ヶ月だけ行ってみた。で、3ヶ月だけやってみて、で、身長治療が反応したら、例えば年間成長率が2センチとか3センチとかそういうふうに得られたら、もう3ヶ月やってみましょうかねってことで、結構3ヶ月おきで見ることも多いですので、その年齢によっても違うかなってことですね。少なくともまずは本当できれば1年間やりたい。本当に2年間ぐらいやるとしっかりと治療効果、いわゆる数字としてかなり大きく出てくるってところで、人生変えられますので、私としては推奨が高いかなと思いますね。3年目以降になってくるとだんだん治療効果が落ちてきますので、そういった意味では2年ぐらい切り上げるのが、一番コスパがいいというか、なんとかそのバランスが一番私いいんじゃないかなというふうに思ってます。ただし、そういうふうに骨年齢が進んでいる子に関して言うと、3ヶ月おきに、決めていったりだとか、場合によっても半年間もやっていいよというふうに説明したりとか、そこは私の方で、過去の、経験を踏まえて皆さんコメントさせていただきますけど、そういうふうにね、ご理解いただくといいんじゃないかなというふうに思います。今後もですね、全身全霊で身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。